ファンネルがお送りするアースディフェンスフォースアイアンレイン続きをやってまいります。今回のミッション14かな、闇夜に光る巨大な刃、はい、サソリかな、これやっていきたいと思います。で、この動画撮る前までに他のやつですね、これはちょっと取れてないんですが、ハーデストまで一応クリアだけですね、まあランクとか気にせずのやつですが一応してます。で、武器とかちょっと集めてきましたので、まあだいぶ今もう楽になってますね。まあここからどうなるかわかんないけど、でこのミッションをノーマルでじゃあやっていきましょう。で、装備はいろいろ取りましたけどね、いろいろ取りましたが、安定のミニガンで、クラスっていうのかな、ランク C と、あともう一個は火炎放射器、これでいきたいと思います。で、アイテムは一応ね、キャディ戦車ですね、とこのおごぽごっていうのも取りたいんだけど、ちょっとね、あの材料というかね、クレジット足りないので、まあ、キャディと回復アイテムかける3でいきたいと思います。まあ、とりあえずノーマルならね、これでもう進んでいけんじゃないかな。じゃあ行ってみましょう。 PA ギアの方はあれですね、あの重量級のやつにで行ってみたいと思います。まあね、いろいろハーデストのミッションとかやっていく中で、もちろん今の PA ギアが強いんですが、やっぱりジェットリフターのやつとか使わないときついかなとかっていうのもいろいろありましたんで、まあ、使い分け大事ですね。で、武器もまあそれなりに入手していかないとハーデストクリアが厳しかったです。こちらスコールリーダー、暗くてよく見えないがレーダーにアグレッサー反応がある。かっこいいねこれ。了解です、スコールリーダー、引き続きクエイク第6分隊の捜索を続けてください。そっか、捜索から。ラジャー、任務を続行する。第6分隊からの通信が途絶えたのはこの辺りか。この辺りですか、はい、アグレッサー反応もあります。待ち伏せにあった可能性も。ちょっと火炎放射器に。生存は厳しいかもしれません、ね、あ、出てきた。捜索はスコールの仕事だ。俺たちは敵を殲滅するぞ。L1 なんだっけ。了解。あ、しまった。L1 なんだっけとかって言って出しちゃった。これもうぶっぱで当たっかな。なんか動き出しそうだな。潜るかな。とりあえず全弾ぶっぱするよ。ちょっと私の前には来ないでね。はい、リロード。最近のやつらの行動は、ちょっとガードをしつつ、狙われてんな。リロードこんな遅かったっけ。ビークル来たね。これ多分一気に出てくるな。よし、やったぞ。 200m だって。 200m? 詳細は分かりませんが、歩くたびにこう何かを突き刺していたようなんです。うん、博士の最終的なレポートを待つしかないな。アグレッサー反応接近。囲まれてる。囲まれています。あれ、これ動けない。第6分隊はこいつらに。待ち伏せ。ああ、スコーちゃん、ドゴックさんはまあノーマルだからそんなに強くないから。てかドローン関係も出てくるか。ドローン関係嫌だな。大体ノーマルだと一発か二発で落ちるから。よかった、ビークル出しといて。俺たちと同じとは限らねえでしょうが、これで終わりとは思えないからね。お前ら弱いな。これこんなビークルじゃねえや、ドローンぐらいちゃちゃっとやってくれよ。そっか、捜索しないといけないの。こちらスクールリーダー。あれ、これドローンじゃなかった。全員死亡だ。え、全員死んでた。座標を記録し帰還してください。あ、これ違かった。え、終わり違うっぽいね。
これちなみになんかその辺に MIA ドローンだっけ、なんか落ちてるらしいんですよね、どのミッションにも。なので探したいんだけど、おっとまた、すごく大きい、すごく大きい、ちょっと言い方気をつけてね。よいしょ、おでかい。オペレーションシステムをタンクに接続。これ通ってるだけじゃね、違うのかな。ちょっと通りますよ、なんか撃ってきてんな食らってねえな。どんどん侵略兵器落としてる。あ、どんどん侵略兵器落としてる。こちらブラストリーダー、ライトニング到着まで生き残れ。了解です、ブラストリーダー、すでにライトニングを向かわせています。あ、またあれか、下撃てば。今は持ちこたえてください。時間まで耐えるんだ。あ、壊れた、やったのこれ。あ、分解した。あー、やっちゃってもいいのだろう。よいしょ、スコージャーはちょっとほっといて、あいつやっちゃおうぜ。ちょっと邪魔だね、サソリくん。サソリくんやれば上開くんかな。ちょっと弾をあんま無駄にしたくねえんだよね。開かないね。サソリくんまで行ってる。敵輸送船に接近、思ったより大きい。なんか後ろにいるな、開いた開いた開いたけど射角が取れん。あ、いけるかこれなら。よし、やったっぽいね。よし、もう弾切れだよ。ミサイルのシャワーでも食らってな。あと1機はちょっと厳しいかな。倒してきちゃってもいいけど、ちょっと離脱して。どこ行った、真上か。まだいるのか。よし、やるぜ。撃てー。よし、いた、まだいるね。間に合うかな、あれ。多分届かねえな。よいしょ、ここじゃ射程距離外。当たるか、またこいつかよ。いいぞいいぞ、やっちまえ。これで全員空のやつはやってない。ちょっと待って、リロードしてファイヤー、サソリを燃やそう。急げ急げ、サソリをやって上のやつを。あと30秒で終わっちゃうから、ミッション。開いた開いた、当たるか、行くぜ、落とせ、シールド。よし、あ、でもまだいるな上。こいつ無限脇か、スコージャーやる。あ、どっか行くな。おっと、これ蹴散らすやれ。蹴散らすの、これなんか落ちるかな。ちょっと怖いね、多分空爆かなんか。私がやる。おお、やるまでもない。残りの敵を蹴散らせってどうせ出るでしょ。帰還してくれ。あれ、まだいるじゃん。ちょっと待って、まだいる。あの船の走行はハーベスターやスコーチャーよりも早く。撃てー、ファイブクラフトのように惑星観光が可能なのか。ブラスト装備、敵残存兵力を。ちょっと待ってね。オッケー、残存ね。アイテム回収したいところだね。おっとっと、いたいたいた、後ろ。毒だね、毒をやってきてるね。ちょっと待って、よし、
アイテム回収したいな。移動のなんかコツがあるみたいね、こいつ。よいしょ、よいしょ。つってももういいか、こんなもんか。よいしょ、やっちゃうぞ。あとあっち届くかな。消毒消毒、よし、終わったかな。アイテム回収。はい、例の音が鳴ったので終わりですね。なんてことはないね。敵殲滅を確認。ブラスト了解。まあ、サソリのお披露目か。よくやった。さてと、あ、なんかでっかいジェムがある。始めますか。でっかいジェムがある。よいしょ、これだけ取っとかないと。回復か。で、危なげなくクリアできましたね。まあ、ビークル使えばこんなもんでしょう。ノーマルだし。はい、さあ、これでもね、ハードとかハーデストはきついかもね。昆虫は脳も小さく生物だから人には懐かないんだ。だけど巨大に進化した脳を持つ彼らなら、あるいはあんた、ラジオと虫の話するときだけ本当にご機嫌だよね。はい、なんかこれはあの布石というか、あれかな、伏線かな、あの新しい PA ギアのフロールライダーだっけ。早く出てほしいんだけどね。次のミッションじゃ見てみようね。あー、地下道探索いい、地下か、嫌だね。なお地下での戦闘となるため全ての航空支援が要請できない。そうね、あ、プロールライダーの乗り物もダメってなってるね。まだ出てないけど、あ、ていうかこれミッション欄に、あ、違うな、大丈夫、ごめん、嘘、あの出るアイテム出てんのかと思ったら近かった。今装備してるアイテムだ。こちらメイブ、聞こえますか。スコールの調査によると、この地下鉄跡一帯が巨大生物の巣穴となっているようです。まさに巣穴になってる。それにレベリオンが大量の物資を搬送していたという。なんだこのアーマードコア感奴は何を企んでるんだ。はい、その調査をお願いします。カタパルト乗ってるみたい。よし、ここから左か、なんか入ってっかなこれ。あ、ジェム、ちょっと進んでいきましょう。なんとも不気味だぜ。レディーファーストだ、ブレンダー。じゃ、あんたがお先に。これドローン見つけるの大変だぞ。どこにあるんだろうね。誰で矢印書いてくれたの。よいしょ、隊長、明かりが。敵いるマーカーが。気をつけろ。どっから湧いてくんの。上から出てくんのかな。おっと、ムービー、こんなところで。 あれは。おい見ろ、巨大生物が人を襲わない、操っているのか。ああ、やっとプロールライダーだ。巨大生物を飼っているの。アグレッサーを買うだって、とんでもねえ。やめろやめろ、とんでもねえ。待てマイク。あ、でも敵、ごめんごめん、私のシールドで。なんでこんなところに EDF が。ファイザー、奴らだ。 EDF が来た。マイクのやつ。ブレンダー、マイクを援護しろ。お、これ全部出るやつ。奴ら奥に逃げていくぞ。あちらがこれなんか変な装置でジェムが出てくるんで、見つけたら取るといいですね。ここになんかドローンねえかな。ドローン落ちてないですね。ここじゃないんかな。なんか絶対ここのような気がするんだけどな。まあいいや、進みましょう。打ち壊せ。いた、何、雲。
これあり。軽率な行動は全員を危険にさらす。すみません。てか、あんたの尻拭いはごめんだよ。ごめんですか。わ、ありや。ちょっと敵どこいるんですかね。リロード。ちょ、アリ邪魔だな。で、先進んで、もうバンバン進んでもいいのかな。やつら一体どういうつもりなんですかね。アグレッサーを使うなんて、エナジージェムを効率よく採取するため。なんだろうな、あの見たことのない PA ギア、巨大生物を操っているみたいでしたね。あんなものまで作ってジェムを集めるなんて。いやー、プロルライダー、これのミッションをクリアして出るんであれば、早いとこクリアして。あれ、左もあるの。ブラストリーダー、地上でもクエイク正体がレベル4と解析。マジで。なんだ、よく聞こえない。わあ、いっぱいいる。どうやら閉じ込められたようですね。おむつは消毒だ。あ、あの飼われてるアリ強い。結構やるね。あれ、後ろから来てる、もしかして。あれ違うな、後ろじゃねえな。どっから。あ、来てる来てる。味方は何やってんの。ちょ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 、よし、味方の援護だと待っていられんぞ。邪魔だぞ。シールドで弾き飛ばす。これシールドで壊れっかな。壊れねえな。よいしょ。じゃあ先進みますか。やだな、これ分かりにくいよ。どっちが無駄に時間がかかりますが、道合ってそうだよね。多分いるな。音がする。あれでも上から音するね。あ、いた。なんか無線のような音が。よいしょ。とりあえず最深部まで行けばいいのかな。通信入りませんね。左にいるか。今は進むしかないな。こっちいそう。いた。出てくるな。あれ、いる。さあ、やっちまおうやっちまおう。え、後ろから来てる、もしかして。後ろから来てないな。リロード。音が気持ち悪いね。こっちから落とすのは壁の向こうにいるからか。お、いた。はい、おいで、次のやつおいで。よし、はい、ラスト1匹。どこいんの。そこにいんの。よし、あれまだいるな。後ろから来てた。来てたね。どこから。あ、追っかけてきたのか。あと1匹ここにいるね、多分。よいしょ。ちょっといろいろ邪魔だな。よし、リロード。とりあえず最深部に行けと。こっちでいいんだよね。もう矢印ねえぞ。左か、迷ってる。左。わお、なんか湧いた。この弾を何、この卵は何でしょうね。建設機械。
動いてる卵。卵壊れない。絶対ここにドローンありそうな予感してんだけど、ドローンない。リロード。あ、すげえアイテム出てる。あ、上かこれ。違うの。ごめんね、本当に私ちょっとこういう洞窟の中苦手でね、迷うんすよ。矢印こっちに出てるけど、こっち奥ないよね。おっと、どこだ。これはこっち行けないよね。行けんの。あ、上に戻れんのこれ。どうなってんのこれ。わからない。戻ってきた。戻ってきたけどさ戻っていいのこれ。ちょっと待ってね、行くとこないよね。もう一回じゃあ降りるよ。多分下になんかあるんじゃねえかな。と、あ、湧いてきた。あ、いっぱい敵湧いたね。よし、おいでおいで。いいよ、どんどん来て。消毒しちゃうよ。味方来てる。敵当たってんのかちょっと。あ、終わったね。よし、さて道はこっちで合ってるっぽいね。また湧いたね。なんだこれ。あ、なんかの死体ですか。うわ、なんか地面から出てきそうだな。リロード食か。ちょっと進まずにリロード。あと30分になりそうだな。ちょっと一回止めてすぐ再開しますね。はい、じゃあやっていきます。でっかいジェムは回復。いやー、これ壁壊れそう。うわ、ネバネバ。燃えないね。あ、燃えた？燃えたら消えるのかな。なんか緑色の四角い箱がある。敵湧いたね。なんでしょう、なんかマップ上に四角い緑アイコンがあるから、これか。アイテムの方に行きますか。ガーディアン PR ガーディアン、なんだこれ。防御力上がるやつか。よし、じゃあいよいよこうボスというかあれですね、最深部。まあ、セントリーが掴まんでもいけんだろう、この感じだと。穴が開いてる。先に進もうぜクローサー。そうね、穴が開いてるからって止まる理由にはならんでしょう。降りますよ。ブーストねえんだよな。うわ、深っ。人類のために、地球のために。うわ、羽あり。マザーだっけ。マザーやった。いってー、マザー強い。まだやれてない。やったね。マザーやりましたが、クイーンアント、やったか。どうやら逃げられたみたいですね。ってことはどこかに出口があるんだな。ブラストリーダー、ブラストリーダー。何でしょう。メイブ、よかった、通信回復しました。そちらの現在位置も確認しました。出口に誘導します。お願いします。ブラストリーダー、了解。
案内を頼む。よかった、助かった。消毒していきましょうね。まったく、マイク、あんた反省しなさいよ。早くお日様を呼びたいよ。ほら、大丈夫だったじゃねえか。消えていった。よかった、生きて帰れて。一応これで、でもすぐプロールライダー解除されるとも思えないけどね。あ、ごめん、なんかぶつかっちゃったんだね。はい、地下道探索。あ、それでもクリアタイム銀4つだから、まあ普通ぐらいなんだね。めっちゃ時間かかった気がするけど、さあどうなる。ここでなんか言うでしょ。プロールライダーを紹介しよう。レベリオンの地下研究施設で押収した巨大生物を操る特殊な PA ギア、その技術を解明し我々のギアに組み込むことに成功した。ただし巨大生物を操るには相当なパワーが必要なの。現場での運用となるとオーバードライブ発動時にしか活用できないだろう。ああ、オーバードライブ発動時しかできないんだ。なんということ。あれがじゃあ覚醒技みたいになっちゃうと。おー思ったのと違うはい、ということで、すいません、今回2つのミッションしかできませんでしたが、以上にしたいと思います。次回にじゃあプロールライダーできれば使って、これ救出作戦ですね、高層ビルエリアは PA ギアプロールライダーの E ニードルを使って機動性が最大限発揮されるエリアですって書いてあるんで、これプロールライダーでやってみたいと思いますんで、よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またねー。